エスティファノス・アフォアキ・ハイレは、エチオピアのパイロット、エリトリアの政治活動家、政治家、外交官、駐日大使、アスマラ出身。当時エリトリアを併合していた、エチオピアのハイレ・セラシエ大学及び、エチオピア航空のパイロット職業訓練校で修学。1971年、エリトリア人民解放戦線に加入して、エチオピアによる、 エリトリア支配に対する抵抗運動に身を投じ、イップルフ参加で、軍事や地方行政で拉ワ腕を振るう。1991年5月、エリトリアがエチオピアからの独立を宣言して、1993年5月には、独立が国際連合により承認された。独立後、アフォアキハイレは議会の一員となり、財政、商工業、民間航空、通信、 交通を担当するポストを歴任する。2003年7月11日、皇居で新任状を法定し、中日大使として正式に着任した。2021年10月20日現在、エリトリア大使としての日本中殺歴は、新任状法定日から記算して、通算6677日となっており、現職の中日アフリカ大使のうち最も中殺期間が長い。 2016年上半期に招集された第190回国会のうち5月11日に開催された政府開発援助等に関する特別委員会第5号においてアホワキハイレ大使はソロモン・カランジャ・マイナ中日ケニア大使と共に参考人として出席しエリトリア及びアフリカと日本の関係についてイタリアとエチオピアによる占領時代の対日関係し、並びに安全保障 公安開発、教育提携、医療支援、漁業技術移転などの広範な分野における見解を述べた。2019年3月10日、平成時代では最後となる第29回東京都平和の日記念式典が東京都庁第一本庁舎5回の大会議場で開催され、アフォワキ、ハイレ大使が在日外交団代表として来賓挨拶を行った。 平成から令和に改元された後の2019年10月22日、皇居制殿末の間で、近城陛下の即位礼聖殿の儀が取り行われ、アフォワキ、ハイレ大使がエリトリア代表として参列した。ありがとうございます。